ただ科学者に出番だ。よろしいですじゃ。コンピューターが弾き出したデータによりますと、こめですじゃ。やはり伝説のスーパーおじさんだ。ランドームよ、カットだ。一体どうしたというんだ。何？地層レール、ファンライターとサーガ。地層レール、地層レール、サーガ。あ、いや、そうとは知らず、どんな勘違いを。大金、食い逃げの。ああ。どうだ。なぜなんだ。おめえのせいで、あの娘っ子が逃げちまったんだから、弁償してもらわんと。逃げるんだ。ピッコロイドクラッグ顔面。もうダメだ。おしまいだ。とほほ、とんだ災難だ。あの、元気出してください。そうなのだ。
きの食い逃げ娘。おめえを許さねえ。許せ。今までどこに隠れていたんだ。お主のせいで私は。あんたたちなかなか見込みあるわね。気に入ったわ。シャオの家来にしてあげる。できぬ。もたもたしてるんじゃないぞ父さん。は？シャオとやら全然話が見えないのだが。ちょっと初対面なのにシャオだなんて慣れ慣れしく呼ばないでよね。あ、いやすまん。自分でシャオって言ったのに。うるさいわよそこのクズ。その2。私がクズその2ならクズその1は多分。やっと能天気なお前でも飲み込めたようだな。はこの高等に歯を唱える孫家の末娘孫昌公の家来になるの。いいわね。外したか。あ、よかった。かわいい。壊れてない。もう何すんのよこのバカ。一体どうなっているのだ。おそらく矢が頭の近くをかすめた時に起きた強い空気の波に打たれて気を失ったのだろう。でもそんなことってできるんですか。できるも何も今目の前で見た通りだ。偶然じゃないんですか。狙いがわずかにそれてそれでたまたま。そうかもしれない。だがもし狙ってやったのだとしたらまさに神業。僕もそう思います。恐ろしいほどの腕前だ。明日の昼過ぎその行列がこの前の通りを通るのさ。狙ってやったのだとしたらまさに神業。恐ろしいほどの腕前だ。ちょっとどこ行くのよ。もたもたしてるんじゃないぞ父さん。サイヤ人の王子ベジータ。逃げるんだ。何？話せ。申し上げます。トノカマ星にスーパーサイヤ人が現れました。そうでしたか。あなたが昨日のカンウと申します。先日は連れの者が世話になりました。そんな礼を言われるほどのことは何も。
根がおせっかいなものですから、つい余計なことをしてしまって。申し遅れましたが、私は甲虫、あざなわ寛章と申します。僕もプロでございます。すみません、今お茶を。それには及びません。いい天気だ。大通りの方までよく見える。嘘です！しまった！とはいえ、ここからだと大通りを通る人の頭はせいぜい豆粒ほど。しかも動いているとあっては生半可な弓の腕ではまず当たらない。警護の連中がその可能性を考えなかったとしても攻めはできますまい。カウンさん、あなた何がおっしゃりたいのかしら。いや、もし弓の神局長に匹敵するほどの名手がいたら、不可能を可能にすることができるかもしれないと。動くな。どうやら長物の扱いは弓ほど得意ではないようだな。やめろ、ブロリー。親父、なんだ。コンピューターが弾き出したデータによりますと、今度その体で戦えば本当に死ぬかもしれない。やめろ、ブロリー。やめろ、やめろ。ブロリー、ブロリカカロット、貴様では拉致があかん。俺が片付けてやる。サイヤ人の王子はこの俺だ。男なら誰かのために強くなれ。縛って青い木守り抜け。転んでもいいよ、また立ち上がればいい。ただそれだけ、できれば英雄さ。ただそれだけ生きれば永遠。